ついに、レイヤーハートが離れてチューリップやっていこうかなと思います。わあ、まあ、3つ目が離れたところに置いてあるみたいな。こうすると一体感のあるようなチューリップができるわけなんですよね。この、何でしょう、壁に当てず、ちょっとピッチャーのね、口の真ん中ぐらいをね、うますぎるぜ、グッダイス。どうも、レジェンドの山下です。どうぞよろしくお願いします。ちょっとね、まだ喉をやってますので声がこんなんですけどね、よろしくお願いします。で、今回ついに、レイヤーハートが離れてチューリップやっていこうかなと思います。まずチューリップをスタートさせた方っていうのは大体こんな感じの画像になるんじゃないかなと思います。はい。でこれをこうなんかもっとプロっぽく、プロっぽいチューリップにしたいなって多分みんな思うので、プロっぽいチューリップにするための方法をお伝えしておこうかなと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは行くぜ。イエイエイエイウェイ。それではですね、まず行こうと思います。もう一回ごめんなさい、何回出しますね。こんな感じのチューリップです。で、これの何が悪いかっていうと、上、中、下って分かれてる感じですよね。で、上、真ん中、下にズドンで、団子三兄弟みたいな感じで串にシャシャーって団子、団子になってしまってるんですよ。嫌味でも何でもないです、申し訳ないです。そうなんですよ。だから、要は一体感がないんですよね。こうそれぞれが離れているので、本当は多分1個目の一番下のこう1個目のやつはこう2個目によって押し広げてこう広がってきて、その広がった真ん中に2個目があって、その広がった先っちょに3つ目があるみたいな感じを考えられてるんじゃないかなと思います。多分ほとんどの人はそれを考えているはずです。こうやって離れてわざわざ書こうっていうのはあんまりないんじゃないかなと思いますね。これはなぜそうなるかって言いますと、カップに対してアートを書く位置がしくってるんですよ。で、まず3つに分かれる理由としましては、カップに対してまず多分ね、1段目がかなり奥、2段目が真ん中、3段目が一番上みたいな感じで、こうわざと離して書いてるんですよ。で、そうすることによって綺麗に分かれて、なんか三段チューリップっぽくなるっていうような考えでやられてると思うんですけど、実はそれが間違いなんですよ。そうなんですよ。実は1段目は基本的には真ん中なんですよ。真ん中です。1段目真ん中です。で、2段目はちょい上から真ん中に押し込みます。で、3段目だけ上みたいな感じにします。で、これをすることによって1段目真ん中で書くと、カップのちょっと下ぐらいに大きいハートができるんですよね。そうです。で、その大きいハートに2つ目を入れ込むことによって、1段目のこの下のハートがこう伸びるんですよ。入ることでこう伸びてきて、その2段目のハートが1段目にこう包まれるみたいな、ちょっとハートインファートっぽくなるんですよ、ここで。で、その上にもう1個ハートが乗ることによって、こう包まれた感じのハートができるっていう考えになります。そうです。これね、本当大事なんですよ。だから今回のこう3つになった理由としては、本当にアートの書き位置だけなんですよね。ですので、そのアートの書き位置だけ本当に注意してもらって、次今から作っていくのをそれを見てほしいですね。で、基本的にもう一度いきますけど、一発目のハートはカップの真ん中ですと。で、2段目はカップのちょっと上から真ん中まで押し込みますよって。で、これ2つも真ん中までしかいかないですよ。真ん中までしか、真ん中の向こう行くとさらにちょっと難しい形になるので、今日真ん中です。で、3つ目だけ離れて上に置きますぜっていう話なんですよ。だから真ん中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 上みたいな感じで覚えてもらうといいんじゃないかなと思いますね。下真ん中上にすると団子3兄弟になります。そこだけ注意してください。それではですね、早速、作っていこうかなと思います。それではいくぜ。と、株式会社ホームカフェではですね、卸事業をスタートしております。まあ、コーヒー豆ですね。実は今100社様ぐらいと契約をしておりまして、いろんなところに卸させていただいております。うちの卸に関してなんですけど、うちの LBO ブレンドを卸の豆としても販売も可能ですし、オリジナルのブレンドももちろん OK です。さらにすごいのは、うちのロゴを使わなければならないということはないです。はい。
ご自身のお店のロゴを使って豆を販売していただいてもちろん OK です。ということは、もしあなたが店をした場合は、あなたの自家焙煎コーヒーショップとして、お店をやっていただいて構いません。そうなんですよ。こちら OEM で受けることになりますので。そうなんですよ。だから本当に、ね、その辺ルール定義は ないので、ぜひね、うちをご利用いただけたらなと思います。本当に、ね、お気軽にお問い合わせいただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。またこれからはカフェをされる方おられましたら、内装とかプロデュースとかそういったこともですね、ホームカフェの方はやっておりますので、ぜひね、そちらもお気軽にお問い合わせいただけたらなと思います。また焙煎、ラテアート、エスプレッソ、ドリップ、そしてコーヒーの経営に関しても、うちはですね、コンサルといいますか、まあこうお伝えすることもできますので、よかったらぜひね、その辺もご相談いただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この前もですね、三重県に行ってきて、そして岡山に行ってきて、そしてこれからですね、東京に行ってきて、さらに確かに名古屋だったかなに行ってきます。本当に、ね、たくさんの方にお声をかけていただいてですね、いや本当にね、いろんなショップ様をですね、こう手助けさせていただいておりますので、どうぞね、よろしくお願いします。はい、それではですね、まずエスプレッソから組んでいこうかなと思います。本当にね、準備先しておくっていうのは大事なんでね。はい、で、いつも LBO ブレンドでございます。もう本当にね、もうこれでいいんじゃない？エスプレッソと思うぐらい、最強のエスプレッソでございます。そうなんですよ。あとはもう定期便にしてもらえば安いのでね、本当によかったらぜひお願いいたします。で、この時期やっぱりこうやってね、固まるんですよ、粉が。どうしてもそうで、やっぱ固まったまま入れちゃうと、どうしても抽出がね、不安定で美味しくなくなっちゃうんですよね。やっぱ美味しく飲みたいじゃないですか。そういう時はこうね、プレートを乗せて、まあもちろんこの中でやってもらってもいいんですけど、こうプレートを乗せてもらって、より丁寧にここでね、こう静電気を取って、もう粉にしてしまうのは大事です。ほんとね、これするだけ抽出時間めっちゃ伸びるぐらいね、豆の成分をきれいに取ってくれます。もうほんと今店舗ではもうほぼこれ必須です。毎回やってますね。夏場はね、まあまあ目つぶってもいいんだけどねみたいな。これね、ノックボックスのこの台も販売してるんですけど、こういうのあれば横で叩いてしまったらね、綺麗にいけますので、はい、これおすすめボックスですね。で、これディストリビューター、はい、シャッ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 とやってもらって、でこれヘゴタンパーですね。で、押し込んでもらいますと、グッと押し込んでもらって、でこのシーズンどうしても抽出がやっぱ安定が難しいんですよね。乾燥してるっていうのもあるんで、であとはまあヘッドのをきれいに保護するっていうのもあって、こういうプレートがありますね。置いていただければより美味しくなりますね。はい、で、まあ、まあ気になるのであれば粉をこう取ってもらって、こう落としてもらって、より綺麗な状態でね、やってもらったらいいんじゃないかなと思います。本当にね、これプレート入れるとマジで味がマイルドになりますんでね、ぜひお試しください。それではラテアートしていこう。はい、で今回から新たに販売されました。そうなんですよ、デディカのノズルでございます。こちら3毛穴が3つですねのノズルになります。要はまあ1つの穴に比べて3つの方がピッチャーの中で複雑な対流を作るので、よりツヤツヤのミルクができますっていうものになります。はい、でまあこれはね、本当になんかサーモブロックって言いまして、こう常に新しい蒸気を作り続けるマシンだからこそ特に光るっていうのもあるので、ぜひね、本当におすすめでございます。はい、で穴の方向に関しましては、基本的には自分側に2つ穴が向くようにこうね、セットしてもらって、そこに立つようにしてもらってスチームしてもらうっていうのがベストでございます。それではですね、作っていこうと思います。はい、で一応初心者様っていうのを想定しまして、まあ、スチーム先やっていったりするとか、工程が多くなって難しいなと思うので、エスプレッソジュース先でいこうかなと思います。はい、そしてゼロヒーローのスケールを使っていきます。はい、この子がね、超便利なんですよ。で今もちろんバリバリ販売もしてます。はい、でちょっと空出ししてもらってハンドルを設置します。はい、でこのゼロヒーローのスケールなんですけど、まず長押しで四角膜、まあちょっと分かりにくいですけどね、四角膜出してもらって、で
横2回タップで2つのマークをね出すんですよ。ちょっと見えにくいですね。ここに2つのマークが出るんですけどね、はい、これをすることによってこれを置いてカップを置いた瞬間になんとはいゼロになりましたね。でここから抽出スタートで10秒だけ取っていこうと思います。あ、10g、10から 15g、まあ、お好みで20とかでも全然いいですけどね、好きな量を抽出してもらったらいいんじゃないかなと思いますね。はい、で溶けると、はい、で抽出が止まるとこのように自動で止まってくれます。はい、19、結構入りましたね。で、スチームに向かっていこうと思います。でスチームに関してなんですけど、ちょっとね結構マシン、いろんなマシンに汎用させることによってここが綺麗にバチッとはついてないですけど全然問題ないですのでね、はい、それではですねスチーム行こうと思います。水棚ですね、水棚です。はい、でちょっと見にくいと思うんですけど、まあ見にくいっていうか、まあほぼ見えないですけど、この何でしょう、壁に当てずちょっとピッチャーのね口の真ん中ぐらいを狙っていくとね結構綺麗な渦を作ってくれます。でピッチャーは倒すことは大事ですね。はい、で3つの穴ですごく複雑な対流をですね作ってくれるということもありまして、本当に、ね、攪拌綺麗にいくと何もしなくてもなんかねピッチャーの中に何も残らない、大きい泡がね残らないが、本当ツヤツヤなフォームができます。はい、まあ温度だけはね注意しましょう。はい、見てください、何も残ってないでしょ。ここは泡あるんですけどね、はい、こういうねすごいフォームができます。はい、それではラテアートやっていこうと思います。はい、まあこういろいろ喋ったりとかしたりするとこうねクレマがなくなってたりすると思うんですけどね、まあその状態でもいけるのでぜひね見ていただけたらなと思います。まずは普通に水面を上げますと、普通に水面を上げると、で真ん中でバッと広げるんですよ。で2つ目で上から真ん中に押し込んで一番上に置く、上げて切る、こんな感じです。はい、そうするとこんな感じで1つ目のハートに2つ目のハートが包まれて3つ目が離れたところに置いてあるみたいな、こうすると一体感のあるようなチューリップができるわけなんですよね。そうなんです。ですね、これをまずは目指してもらって、これができればちょっと振ってあげるだけで、まあここがウィングになってみたいな感じになっていくみたいな形なんですよ。だからそれを下真ん中上と離し合うとこの一体感がなくなるので、まずこういった感じで一体感のある、チューリップを目指してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ウェイ、はい、そんな感じでいかがでしたでしょうか。結構初めはですね、どこに書けばいいのかっていうのは本当に難しいと思うんですよ。でもチューリップをやる頃にはフォーミルクがある程度綺麗な状態だと思いますので、作ってそれをまあ検証してもらって、でもう一回その検証結果を元にもう一回作ってみたりしてもらっていいんじゃないかなと思います。で今回も公式 LINE から質問をいただいてまして、もう本当にねお気軽に作ったら公式 LINE に出す、作ったら公式 LINE に出すみたいなことやってもらうと本当にこうやり取りができますので、パンパン上手くなると思いますので、ぜひね、本当に公式 LINE をぜひね、使ってください。うち使ってください、マジで。はい、どうぞね、その辺ね、よろしくお願いいたします。そして、いただきます。うますぎる。うますぎるぜ。グッタイス。よみがえる。最高だな。最高だな、わ最高だ。でね、フォームもね全然味が違うんですよ。1毛に比べて3毛の方がねサラサラなんですよ、マジで。本当に超サラサラになるんですよ。我らがいいの開発したなと思いますね。でこれに関しては全自動マシンも使えたりしますので、ぜひねよかったら試してもらったらいいんじゃないかなと思います。いや、やばいな、これ。
まあまあ本当にね業務用マシンにだいぶ近づくと思います。はい、ぜひね旧型デリカを持ってる方ぜひ試していただけたらいいんじゃないかなと思います。こんな感じで本日の動画最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひね本当にわからないことは公式 LINE を使ってください。僕をね利用してください。もう それが一番です。で公式 LINE に関しましてはまあラテアートもそうですけどエスプレッソも OK です。ドリップコーヒーも OK です。焙煎も OK です。コーヒーに関することであれば何でも OK です。本当にねガンガンご利用いただきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。このねスチームノズル本当にやばいっす。マジでやばいのでねぜひね手に入れて試していただけたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。バイ。